タイニーダンサーは、日本の競争馬、繁殖品馬。主なカチクラに2015年のエーデルアイス賞、北海道2歳優秀、栄冠賞及びフローラルカップ、2016年の関東オークス、ナーグランプリ2015の2歳最優秀品馬に選出された。2015年5月6日、門別競馬場でのフレッシュチャレンジでデビューし、一着。 二戦目のウィナーズチャレンジ二着を挟み、三戦目の A 冠賞で重賞初勝利を挙げる。初の JRA 重賞出走となった函館二歳ステークスでは四着に入り、リリーカップ三着を経て、出走のフローラルカップでは二着のサダムフジコ校に2.5秒差をつけて大差勝ち。交流重賞路線に駒を進めて十月のエーデルワイス賞、十一月の北海道二歳優秀と、 伝承。両重賞の聖覇は、同じグランド牧場生産のフェスティバル以来14年ぶりのことであった。2歳児は8戦して、交流重賞2賞、北海道競馬の重賞2賞を含む5賞を挙げ、2015年度のナーグランプリ2歳最優秀牝馬に選ばれた。北海道2歳優秀後の12月に、美穂トレーニングセンターの伊藤慶造級者に移籍した。3歳を迎え、 遺跡初戦の単語ステークス8着、2戦目の清流ステークスで6着と2戦振るわなかったが、6月の関東オークスでは、後位から直線で抜け出し交流重賞3勝目、JRA 遺跡後初勝利を果たした。夏場に入って、スパーキングレディカップ3着、続くブリーダーズゴールドカップでも2着と上位に入り、秋に入って、レディスプレリュードと、 JBC レディスクラシックは共に7着に終わるも、クレノクイーン賞では2着に入った。4歳を迎えてからは、スパーキングレディカップで3着に入るなど、交流重賞で4千五5着以内に入ったものの、勝ち星はなく、9月のシリウスステークス16着が、最後の競馬となって2017年10月4日付で、競争馬登録を抹消された。以下の内容は、ヤビスサーチ、 ntkeiba.com e,、T K e I B、com 地方競馬全国協会に基づく。引退後は、グランド牧場で繁殖品馬となった。主な謹慎に、東尾流院一流。ありがとうございます。